ハディージャマストゥール1927年12月11日から1982年7月25日はパキスタンの作家。現代ウルドゥー文学を代表する小説家の一人である。イギリス領インドのウッタルプラデーシュ州ラクナウの中流家庭に生まれ、父親は教師、母親は女性雑誌への寄稿者だった。文学に触れながら育ち、8歳の時には物語を 書いてみたいと思うようになっていた。9歳の時に、ユーモア小説で有名だった、作家賞カットターンビーに会い、物語を書きたいことを彼に話すと、ターンビーはきっとそうなると真剣に答えたという。学校の成績はよく、歌の創作をしたり議論で相手をやり込めていた。価値気な性格で弁舌が鋭いために、友達からは、ケンチーというあだ名をつけられた。 父親が1937年に死去したために、経済上の都合で学校教育を続けられなくなるが、持ち前の性格で読書生活は続けた。1942年から短編小説を書いて雑誌に投稿を始めるが、最初の作品は採用されなかった。やがて、ハヤール、アーラムギールなどの雑誌に掲載されるようになり、ラジオパキスタンで働きながら執筆を続けた。 インドパキスタン分離独立の影響で、1948年9月から、パキスタンのラホールで家族と共に避難民用の住宅に移住し、この時期から作家としての活動を始める。パキスタンでは1948年に、文芸史のヌクーシュが創刊され、マストゥールの作品はそうした雑誌に掲載された。ヌクーシュの創刊には、作家のアフマドナディーム・カースミーや、 マストゥールの妹で作家のハジラ・マスルールも関わっていた。マストゥールは1950年にパキスタン進歩主義作家協会のラホール支部の初期に選出された。しかし、協会はパキスタン政府による1951年以降の共産党弾圧の影響もあって活動が縮小してゆき、マストゥールが書いた議事録は当局に監視された。マストゥールは 民主主義女性協会に属しながら創作を続けた。分離独立後の問題である家族と述べつり、避難民の生活苦、避難民を受け入れる、側の無理解などは作風にも影響を与えた。短編小説5冊と長編小説2冊を発表し、長編中庭はアーダム・ジー文学賞を受賞した。1982年に病気を治療するためにイギリスへ渡り、 ロンドンの病院で7月26日に死去した。当時のウルドゥ文学の女性作家は、イスラームの中流家庭における問題を主な題材としていた。作中では、女性の主人公が、兄弟姉妹、恋人、夫、目やシュートと対立したり葛藤をする様が描かれていた。マストゥールもそうした題材を選んだが、中流家庭より生活が困難な人々に注目し、特に、 パキスタン25は貧困、差別、女性への抑圧を書いた。経済的に自立する際の困難や、結婚で女性側が用意する、持参金をめぐる、問題、避難した場所で受ける暴力などの他に、分離独立を扱ったジャンルである、動乱文学に含まれる作品もある。初期の短編、ン、からマストゥールの作風に共通する要素が現れている。この作品では、 結婚した女性が自らを幸せだと思っていると、近所の娼婦から自分たちと同じようなものだと言われて、ショックを受ける。女性が経済的に自立する苦労については、息子夫妻と離れて暮らす老女が主人公になる、ハンドポンプや、口述のダーダーと呼ばれた女など、マストゥールの作品に通定する。インドパキスタン分離独立について、同時代の作家として、マストゥールも書いた。 ダズナンバリーでは、宗教対立を利用して、財産を狙う者や、純木さを利用されて、迫害に加担してしまう者、連れて行って、あの人の家にでは避難民への暴力を止められず、無力感に陥る者などが登場する。主人と使用人、地主と小作人、雇い主と労働者などの弱者と強者の対立を、マストゥールは主に弱者の側から描いた。 男性の使用人が主人公となる、ポールカーや、取引では、上下関係によって、自尊心が危うくなったり、生活を守るために不正に巻き込まれてしまう。ダーダーと呼ばれた女では、当初は幸せな結婚をした女性がシュートメとの喧嘩で、家を追い出され、犯罪に手を出して心が荒廃してゆく。ご周期は、結婚を夢見ていた女性が、兄の病気治療のために結婚資金を失い、 希望を失う。ヒルマンでは、契約結婚をした5歳が、戦歳の死を願う様子が描かれ、一夫多妻の問題とともに、弱者同士の争いも、あらわになる。マストゥールは、強者によって追い詰められた弱者が、さらに別の弱者への加害者になるという構図を、幾度も作品にした。長編小説アーアンガンの表紙。ありがとうございます。